だって郷さんはこう見えて、うん、その病気がちの、うん、ちょっと天才少年みたいな。ああ、そうだね。文学少年みたいなね。うん、確かにね。モテてがあるね。モテてましたよ、ね。モテてないですよ。いやいやいや。モテてましたよ。大学の時もそうでしょ。モテてましたでしょ。天才って言われてました。天才って言われてた。確かに確かに。ダンボールいっぱいネタ書くんだよって言われましたもん、最初会った時。最初に言われたことをすごい覚えてる。片桐さんからは何て言われたんでしたっけ？え？片桐さんに会った時は何て言われたんですか？俺、勉強できるよ。そんなことすごいバカっぽいね。嘘だし。俺は勉強できるよ、ね。嘘だし。俺は勉強はできるんだよって言われたんだ。いいなぁ。いや、それ、郷さんの時は？郷さんは、だから、うん、俺、うん、段ボールいっぱいネタ書くよ。なんだろう等しくバカに見える。第一声でしょ。第一声がそれだったでしょ。俺ダンボール手漏れです。ダンボール一杯なんてすごいなって思ったんだ。純粋いや非常に純粋そうだよ、すごいよね。すごいすごいすごいなって純粋だな。その時のダンボール一杯書くなんてすごいなって思ったんだ。とにかくネタ数がいっぱいあるって感じだったよね。郷さんといえばね。郷さんはもう湯水のように出るみたいなイメージは。後輩とかのネタもいっぱい書いてた。そうだそうだそうだ。だって何でしょう、ダンボールいっぱい書くから。そうだね。最初なんて言ったんだっけ。俺ダンボールいっぱいネタ書くよって。でどう思ったの。あ、ダンボールいっぱいなんてすごいなって。確かに18年って子供なんだけど、ね、思ったんだ、うん、思う思う、うんうん、俺なんて書いたネタ段ボールに入れたけど、うん、本当に1センチ出てきた。1センチもすごいよ。段ボールいっぱいネタ書くんだから。そうだ、そうだ、その時にまた思ったでしょ。うん、段ボールいっぱいってなかなかたまらないなって。だから郷さんってすごいなって。段ボールいっぱいネタ書くから。なんだろうなぁ。すごいね。すごさが伝わらないなぁ。すごいね。すごいよね。すごいね。だから持ってってたじゃん、大学は。持ってて、持ってた。他校、大学も、他大学の早稲田はね。女とかからも持ってた。そうでしょ、そうだよ。インカレだから。うん、そうそうそう。そうだよ。高校時代とかにちゃんと、そういう異性と接してた方がいいなとは思いますよ。でもすごい、その分、その分、その妄想力を鍛えてたから。うん、そうだ、それがネタ作りに繋がった、うん。当時、大学の時はもうすごいドスケベだったもん。ドスケベになっちゃった。でもやっぱ14歳から17歳ぐらいまでにこう、うん、失った喪失感みたいなのってずっと引きずるっちゃうっていうか、いま、うん、だになんかこう、うん、テニスの合宿とか行きたい気持ちも持ってたりするので、うん、もう部活をとしての、うん、そうですか。でもなんかやれるんだったら、そうだとしたら、そうでもダンボールいっぱいネタを書いてた。あれがあるだけでもね。いや俺はそれ言えないもん。書いてなかったし、ダンボールいっぱいはだって会った瞬間なんて、うん、今立ちなんつったかな、今立ちは高校時代からコンビ組んでたよって言ってたから。なんで先輩に俺そんな食べ口で。最初会った時に高校時代からネタコンビ組んでたよって言ってた。どう思った。あ、高校時代からコンビ組んですごいなって。思ってたね。純粋だな。やつに少年が純粋なんだよな。みんなすごいなって思っちゃうんだよな。え、片桐さんがさ、うん、なんて言ったんだっけ、最初。あ、俺勉強できるよ。その時どう思った。勉強できるなんてすごいなって。嘘だよ。思ったよね。すごいよな。尊敬くんじゃん。尊敬。誰でも尊敬くん。誰でも尊敬。今考えたらみんなかましてくるよね。かましてたよ、かましてかますよ。みんなかましてきてたわ。絶対かましたんだって。かました、かました。絶対自分も。俺はね、かまさない。俺は、そうなの？俺はどっちかといえば、俺は、新しいとこ行くタイプだったから、その初めて会う人ばっかりこう話しかけに行ってたんだよ。ああ、だって俺が行ったんだもん。それこそ、郷さんとかやってたライブのとこにも。ああ、確かにね。ライブ見に行って、うん、それで一緒にやりませんかって言いに行ったの。言うわけない。俺かますわけないじゃん。まあそうか。下手に出てる。下手に出てんだから。そうだね。出させてもらってるライブだから。そうだね。だからもうかまされ続けてんだよ、俺。でも、かまされてもさ、やっぱすごいな、すごい。素直だね。素直だからね。すごいなと思ってて。かましてたと思わなかった。お前は学生なのに、外でライブやって、すごいなって。あ、それは思ったね。それは思う。それは思う。確かに。早稲田はそうだ。下出てきて、その後ろから出てきて。
出てこないんだよ、そういうとこに。何が後ろから出るって言ったの？こう、なんかそういう、遠くから来た人たちとかとは、接しないのよ、坊さんは。まあでも、まあ、大体そうですよね、大学生なんてね。裏にいるのよ。天才だから。そうか、そうか。天才だから。多分、ドンだからね。そうそう。うん、接客とかは、その下っ端がやるわけで。まあ、そうだから、ゴーさんとはもうみんな、あの人は天才だ。あ、雲の上の存在、うんうんうん。そういう煩わしい作業やらせなくていい。話す機会もないし。段、うん、ボールいっぱいの人だから。うん、それで降りてきたと思ったらもう、俺段ボール出ないみたいな。急に、急に、なんだ、あ、頭おかしいじゃん。ダブルいっぱいネタ書くって言われた。ゴーさんのだけがちょっと群を抜いてるわ。すごい。ゴーさんの一言だけ。すごい、うん、すごいなっつって、うん。すごいもんだって。すごい。あったもんですよね。いや、いい話だな。だからまあまあ。すごいやつ多かったんだから、もうかまされ続けてたよ、俺は。あの人は、まあね、ネタ、はいはいはい、3日で100本書いたんだよ、とか。嘘だろ、もう。あったあったよ。あったよ。その息になったら。ネタ100本書いたんつって。まあ、その土台みたいなやつかね。すごい。結果でネタ100本書くなんてすごいなって思うよね、それはね。それは思う。それは思う。それは思うよ。すごい、そんなんですもん。すごいね。かまされ続けてきました。かまじり全く何にもなかったけど。かまじりは何だろう、最初。で、もともとだって。どこから来たか知らないもん、俺、まあもう。北海道、北海道だよ。南米だっけ、南米かけ、ね、北海道、北海道。オオサンショウウオじゃないもんね。記念物だよ。天然記念物じゃないか。あ、そうだ、最初。だからもう、ラーメンズとかでしょ？最初かましてたわ。かましてたよね。最初かましてた。川尻。やっぱでも、なんだっけな。北海道から来たってのはかまさないとダメでしょ、やっぱ。かましてた。なんだっけな。なんだよって言ってた。なんつったの？川尻はなんだよって言ってた。で、すごいな、超すごいなと思った。川尻は、すごい、組んだコンビで、すぐテレビ出たよって。言って、言ってた。すぐテレビ出たよって。言ってた。だけだったら俺もかまされるの、うん。その時はもう俺も大人だったから、うんうん、まあね。会った時が。うん、だからなんだと思ったけど、テレビのディレクターと喧嘩して、うん、やめたよって。かまされ、すげえなと思って。テレビのディレクターと喧嘩するなんてすごいなって思った。コビ売るもん、コビ売るもんじゃないの？確かにすごいよ。ありがとうございますって言うもんじゃない。そうそうそうだよ。それが喧嘩してやめたんですよ。すごいなって思った。思ってたね。やばい、俺はこんな話してる。知ったよね、多分ね。M1 のなんか予選で一番受けたのにっていう話もしてたよね。落とされたみたいな、ね。そうそうそう。思った思った。ああ、でもやっぱそれでもディレクターと喧嘩しちゃって。うん。で、やめました。やめました。別にいいんです。面白くないんで。はあ、すごいなって。かましてきたよ。あと、めっちゃモテた話もしてたよね、よくね。あ、毎日キャバ嬢が家に泊まりに来てたっていう話、ね。なんか、そういうのはジンがよく覚えてるね、その話は。そう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 。あと、殺し屋に会ったことがあるってことを言ってたね。俺、殺し屋が、かわしが一番かましてるな。すげえなーと思った。知らないと思ってさ。すげえかましてんだよ。かましてるわー。本当の人間が知らねえと思ってさ。殺し屋に会ったことがあるって知りましたよね。言ってた、殺し屋に会ったことがある。これはかましてる。本当にジンどう思った？殺し屋に会ったことあるなんてすごいなと思って。誰か殺してほしい人いるって言われたんだって。殺してほしい人、すごいな、マジ殺し屋だよ、すごい、ね、なんだよ殺し屋、5万でいいよ、じゃあ安い、安い、安すぎるわ、安すぎるわ、怖いわ、怖いわ、本物なわけないでしょ、全然それ用に比べたらまだ全然段ボールいっぱいのが全然すごいけど。俺もすごいと思う。段ボール。あ、ちょっとこれコーナーになりそうですね。皆さん、かまされた思い出があれば。友達でもいると思うね。高一の一学期とか、そうだよね。かましてくんだよな。かましてくるよね。高校と大学は超あるんじゃない？ね、自分がかましたっていうのでもいいんじゃない？自分は俺こうやって言ってて、はいはい、実はこうです、うんうんうん、人のやつより自分が一番わかるでしょ、うん、だから俺さ、なんかさ、出身とか聞かれた時にさ、普通に
東京とか言えばいいのにさ、やっぱ世田谷って言っちゃう、かましちゃうときあるよね。やっぱね。やっぱね。しかも、ちょっと、結構ちょっと田舎なのに、うん、世田谷でもいっぱいあるのに、うん、やっぱ世田谷って。下北みたいなこと言ってたもんね。そうそう、下北って言っちゃうよね。全然新大田なのに、全然違う。そうそう、し、あの、世田谷大田なんだけど。一個違う、一個違うんだけどね。でも下北ってかましちゃいがちだよね。かまし有名なことでかましちゃうよね。いや、お前だってほんと有名なボタン全部取って、安全ピンで、シャツ止めるってかましもやってた。ああ、やってる。ファッションかまし、ね。ファッションかまし、ね、ファッションかましあったよ。腕時計参考付けるファッションかましあったよ。すげえ。世界を股にかけてる系の腕時計3つ付けて。3つ付けね。バドミントン浮世絵 T シャツ系ね。やばいよ。東京ニューヨーク。なんだよ、バドミントン浮世絵 T シャツ系って。やばい。俺、デキリコ好きなんだよね、カーデキ、デキリコ好きだったな。デキリコってやつある。そう、デキリコのスウォッチが出てた。デキリコばっか集めて、デキリコ好きなんだよ、かまし。あと、立花はじめ好きね、はあはあ、出してたね。やったな、スウォッチが。かましてたな。かましてるわ、恥ずかしいわ。俺なんて、コント55号の T シャツだから。あれ全然かましてないよ。かましてない。あれかましてんの？かましてないよ、あれ。かましたつもりが、かましてないって言われちゃってね。かましてないよ。かまされてないって言われて。俺コント55号の T シャツ、ダーンって着てたけどね。全然かましてないよ。あとよく意味がわかんない、マットって書いてある T シャツ。かましてないって。あれだね。あれダメだろ。かましてないよ。かましてないよ、あれ別に。うん、普通だなと思ったもん。俺がかましてるエピソードじゃないよ、あれ。え？違うよ。だ俺がそういう状況の時にもお前はかましてたってことよ。あ、そういうこと言いたかったのか。そういうこと言ったの。なんだ、55号で俺かましてんのかと思って。かますわけねえじゃん。かますなーと思って。こと55号の T シャツ、超かまし系で着てんのかと思って。あれはかましてねえ。あれはああいうもんだって。あれはああいうもんだって。ならよかった。でもちょっと、ウケるかなかましじゃないの、うん、あ、違う、あれは。嘘、ウケるかなかまし。あれはやっぱあの、験担ぎだね。55号さんの。55号さん。あれを着てたらなんか面白くなんじゃねえかみたいなことだったと。お笑いストイックかましじゃないの？大丈夫？ちょっとあんま覚えてない。ああ、そっちね。お笑いストイックかましはあるかもよ。うん、お笑いストイックかましはだってその、かましてたよ。でもずっとね。うん、あずっと授業中ネタ書いたりね。ずっとネタ かましてた。それかましてるよね。かましてた。かましてた。でも実際そうだからね、それ。かましって嘘でしょ。嘘のことでしょ。本当だから。それは本当だから。確かにね。うん。誰も見てねえし。うん。わかるわかる。うん。まぁ、あ、ちょっと旗から見ると、旗から見た時にかましてんだとは思われちゃうでしょ。ことさら言ったらかましだよ、ね。うん、そうか。それ難しいとこだ。やんなかったりね。授業中は、うんね、ずっとネタ書いてたなって言ったのがかましだけど、うん、ただやってたわけだから。そうね。ちゃんと練習してやってんだもんね、お客さんの前でね。そう、うん、やってるわ。すごいかましてた。うん。ゴーさんのかましにはでも勝てないよ。やっぱり、殿堂入りだね。うん、暖房入りネタ書くんだよ。ネタ書くよだ。暖房いっぱいネタ書くよって。暖房いっぱいネタ書くよのコーナー。そうでしょ。君かっつって。ライブ一緒にやりたいのは。僕は暖房いっぱいネタ書くよ。え、そんなんじゃない。暖房いっぱいネタ書くよって。そんなんじゃない。てってなんだよ。てって誰が言ってんだよ。まさかその後ホリプロで、そのネタ帳を破られるとは誰も思わなかった。怖い人に。まさかその後。そうだよ。それおぎやはぎが見るっていう、ね。ダンボールいっぱい。ネタ書くような人が。そうね。おぎやはぎの有名なね、エピソードでね。うん、そうね。俺プロのネタ見せ行ったら、うん、ネタ見せで、うん、ネタ帳を、うん。破られてるやつ。マネージャーに破られてる人がいたっつって。で、やめた。で、やめたって話なんだけど、破られたのがゴーさん。超面白い。ゴーさんもそれでやめたんですもんね。その方やめました。怖すぎる。でも、ダンボールいっぱいありますからね。一冊やられてもね。ダンボールいっぱいネタ書くよって。手ってなんだよ、だから。伝聞なんだよ、その手は。自分の話すごいなって言ってたんだけど、したら、一箱じゃないよって言われた。どう思った一箱じゃないなんて、すごいなって。感動薄くなっちゃってるよ。もっと驚けよ。そここそ。一箱じゃないなんてすごいなって。全然なんだよな、気持ちの波が。三箱ダンボールが一人でうん。すごいな。これすごいな。ダンボール、三箱、すごいなって。すごいなって。ゴーさんすごいなって。まさかその後。その後。その後。ああ
わざわざそのネタ帳が。ひどい。あのネタ帳がなかったら、ね、今のおぎやおぎやいないと、うん。そうだよね。ホリプロ行ったらまた違う感じになってるだろうしね。そうだよ。あの感じになってないよ。書けんじゃないですか、これ。ゴーのネタ帳って。そうそう確かに。ああ。おぎやはぎ列で。うん、すっごい。いや、面白かった。皆さんもね、ちょっとかまされた思い出。かました思い出。そうね、かましたでもいいですし。かましたもいいかもしれない。うん、かましやっぱやかましてるよみんな。若い時はね、かましがちですからね。デビューですから、はい、うん。社会人なんか特にかましてるよ。かまし合いでしょあれ。そうだね。多分ね。かましてくるよなぁ。かましてくる。ということで。社会人はものすごくかましてくる。お役所とかね、もう、ね、どこ大学でとか、ね。いやいや、なんかさ、その、有名人もかまし合いだよね、あれね。まあまあね、そういうこともあるかもね。あれ昔悪かったかまし？もうそれもあるし、今、ものすごく権力あるかましとか、まあね。あんじゃん。ないの、本当は。で、ものすごいアイデアあるかましするやついっぱいいるよね。ああ。今考えてることがあるとかいっぱい。そう。アイディアが、アイディアはすごいあるんだよ、ね。いる。アイディアがめっちゃあるかまし、うん。あ、ここがダメなんだよ。あそこさえ直せば的なこと言うかましね。うんもうかましなのかかましだよかましなのかな話で金盗むんだからまあまあそう盗むって言わないかもわかんないけどすごいまあね世の中かましで溢れてるかましだらけでもセンスなんてかましの最初だねそうだそうだねアーティストとかねあれかましだよかましもかましもかましじゃん、うん、美術品の値段なんて全部かましだよ、ね、確かにね、うん、ゼロ円だろって言ってやればいいんだよどうでぞでも帰ったらあんな高いのにすごいなってかまされちゃう。うん、確かに、ね。あの高い絵で描いてすごいなって、うん。すごいなって思っちゃうよね。俺がわかんない、なんか問題点分かって、すごいなって。うん、尊敬くんなんだよなぁ。久々に現れたね、尊敬く、うん。すごいなってなっちゃう。うん、すごいなぁ。さあ、告知あれば。郷さんもすごいな。郷さんすごいよ。郷さん。郷さん告知。郷さんはだって全部、ツイッター見てると、かまし続けてるからね。なんか、忙しそうだもん。ああ、いいじゃないですか。テレビのなんかの採用決まったって言って。ああ、よく。読んでいつもテレビの企画撮って、すごいなって。思ってる俺。そんなことないです。いやいやいや、それはすごいよ。本当フラッと現れて、フラッと笑いを取るっていう。うん、さあ、昔から変わんないですね、それはね。やっぱね。すごいなってなって。すごいなって。うん。すごいな、うん、最近、郷さん、なんか、かわしい。いや企画書どれぐらい書いてるんですか企画書ダンボール一箱分書いてる片桐さんなんかない、うん、やつがあるんじゃなかったいやいや俺もあるんですけど、うん、この俺もあるんですけど俺なんてもうすごいかまいただいてますよかましはあ本当に、うん、俺なんてかましかまされるのすごいうまいもんあかまされるのうまいよねかまされしだもんねかまされしだ受けがうまいからプロのかまされしだから、うんやっぱ受けが上手いとさ、すごい気持ちよく噛ましてみたいな。そうなんだよね。そうなんだよ。確かにあるよね。うん、たくさんあるよ。うん。会うと必ず噛まされてるんだそうだよね。他で喋られちゃうけどね。会うと他で喋られちゃうんだよ、でも。噛まされしにやると。噛まされしにやると。相当取捨選択して。ああ、まあね。すごい、あれよ、でかい工場建てないと、なかなか選択できないぐらいの噛ましの、噛ましの量よ。そうか。いろいろと大変だよね。不純物が多いから。いや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 、まあそっちの方が純度が高い。純度高すぎて。むしろ不純物を入れないと。入れないとね、逆にね。すごいんだから。そうか。いや、大学の出会ってからはあんまかまされてない。美大なんて多そうじゃん。美大はもうみんなかましです。本当に。うん、もう端的に言うと、うん、美大っぽい格好してるやつは才能がないっていうこと。あ、そう言ってたよね。うん、ええ。これはもう、ね、もう定番です。うん派手派手の格好とか、奇抜な格好、はいはい。そういうことも俺たちはお笑いをやる人たちですから、異端ですよと。それもコンビとか組んじゃってますから。それもちょっとかましなんだよね。絵描いちゃってるよ、じゃね。そういうかまし。やっぱラッセンが最高みたいなこと言い出すんだよ、みんなね。逆に、逆に。そうか、そうか。広山形とかね、ああいう。売れてるものの方がみたいなね。やっぱ、ああ行かないとみたいな話しててね。で、格好も、どうでしたって、ジャージとかだったもんね。ジャージ着てたね。当時。そうだね。ジャージだったな片桐さんはジャージのイメージあるね。あ、ケンタロウのイメージない？ケンタロウもまあそのイメージある、ね。そうなんだよな。俺は片桐はコーディロイのイメージがある。あ、コーディロイ着てたね。うん、コーディロイはかっこいいと思い込んでたから。汚ね色のコーディロイ。そうそう。茶色い。茶色いね。そう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 。そうそうそう。うんこみたいな。まだまだ派手な時代入ってないもんね。そう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 。うん。あとあのジャンパーね。あの、
お店、揚げ物時代ね。揚げ物みたいな格好を全部。あ、なんかジャンパー、店のジャンパー着てたね。そうそう、バイト先のジャンパー。うん。そのままもらってきちゃって。なんか聞いて、うん、そうそうそう。あ、来てた、来てた。そうそう。うん。あの、たけしさんゲームセンターの。来てたみたいな。そうそうそう。あれ、鬼ヶ原ゴンゾーの時の。そうだよ。あれ、あれ、ケンタロウ来てんのよく見たな。あれも、あれお互い来てたよね。なんかファッションにこだわってないよっていうかまし。そうそうそう。そうそうでしょ、うん。え、だってモヒカンにしてたじゃん。モヒカンしてた。うん。ケンタロウね、うん。俺はね、あの、トグロ頭に巻いてた。すごい。かましてる。かましてる。かましてんだよね。うん。だってデザインした T シャツこれあげるよって言って、うんこだった。そうそうそう。巻きぐその絵が。かましてんだ。スーパーマンみたいに巻きぐその絵が書いてあって。これ黄金比なんだって言ったもんな。それうんことかけてんでしょ黄金を。かましてたなぁ。かましてたよ。いやぁ、単純にかまされてたなぁ。確かにかましてた。今と全然違うね。そうだね。うん。まあ、それは経てだからね。テレビ出るってすっごい言ってたところだからね。学生時代はね。ああ、そう。漫才だったしね。ああ。最近何ですかそのかまされた。最近は、なんか舞台見に来てくれてみたいのが、ね、あんじゃないですかやっぱ一言感想どうだったみたいな。これかまされちゃったなーって。うーん、すごい前でもいいですよ。あ、そうかそうか。そうか。すごい前のしかないか。すごい前のでいいですよ。あ、これ、やっぱ言った手前やっといてもらう、やった方がいいかなと。でもこの前、あの、飲んだよ。おう、久しぶりに。いいじゃん、いいじゃん。大からだなと思ったけどね。すごい、すごい面白いなと思って。いやいや、まあまあね。それは最高じゃないですか。相方が面白いってのは。そうそうそう。そういう、なんかやっぱ人間として、やっぱり、ボケの塊だから、うん、からあの、全部そういう風に 見てあげたらいいなとは思ったけど。言葉言えや言葉言えやそういう、そういうじゃん、言葉言えやいや、もう言葉言えないんだよなぁ。ああ、そうですか。まあね、まあね、お互いの言葉ありあるでしょうしね。コンビですから。コンビですからね。俺がかまされたのは、これもでも。大丈夫、純度。出荷できるかな。純度の方大丈夫。本当にすごいかましいですよ。お、ちょっと飲めるかな、こっちも。ある時ですよ。別にそんな話何にもしてないです。ある時、二人で飲んでて。突然ですよ。もうやだ、怖い。これ、IQ 測ろっかな言うんすよ。こいつ何言い出したんだろうと思ってかましてくんなと思って。これ以上はね言わないですけど。分かるよね。どっちか入り口だけで、どっちか入り口だけで終わっときますけど。すごいな。俺 IQ 測ろっかなってこれ俺言います。40超えてちょっと俺体調整えてから聞きたいこれは、これはちょっとね。これはあのかましは。これは、でもかっこいいね。かっこいいよ。びっくりしたなぁ。素晴らしい。かましてくんなぁと思って。片桐さん顔が曇ってますけど大丈夫ですか？いや、本当にそうだよなぁと思って。それだ、天然で言うんだよね。いやいや、最高じゃないですか。ちなみに、ちょっとそういうのもね、うん、読めなかったっていうか。あ、かましの。美大かまし。あ、美大かましね。片桐さんもね。紹介しておきましょう。ラジオネーム、ペヤング。私は今年の春、エコダにある某 M 音楽大学を卒業したものです。音大。エコダってなんだろうね。あそこ多いよね。うん、日芸とかあるとこだよね。うん。某 M 音大。うん。武蔵野音楽大学ありますね、うん。音大というのは美大と同様にかましの方向です、うん。私も在学中は先輩や友人に多くのかましを受けてきました。うん、が、それ以上に注目すべき点は、うん、エコダという街にあります。え、エコダには、M 音大の他に、N 大芸術学部や、エレキのお二人が文化祭にいらっしゃるという M 大学の3つの大学があります。つまり、エコダには常に多くの多種多様の学生がおり、かましが溢れている街なわけです。飲み屋とか行ったら合うんだよね。今日は、私が飲食店のバイトをしている際に、ああ、やっぱそうだ。お客様が盛大にかましをしていたので、それを紹介いたします。やった。二人連れのお客様で、一人が男の先輩、うん、もう一人が男の後輩でした、うん。会話から察するに先輩は卒業して1年程度の社会人、うん、後輩はまだ学生のようです、うん。先輩は後輩に社会の厳しさを語る上で、盛大にかましを披露しておられました。うん、会社って、大学でインプットしたことを仕事を通じてアウトプットする場だろ、うん、だから、今のうちにたくさん勉強しろよ。
すげえな。日経新聞の CM 見てたら。大学生ってのは、なんだよ。人生において、ハワイ旅行みたいなもんだろ？お？あー、学生に戻りてえ。だから、学生のうちはいっぱい遊べよな。もし、タイムマシーンがあったら、昔の俺に、もっと遊べよ、この堅物って言ってやるよ。今の時代の学生だろ、これ。俺、社会とか。お前にいろいろ言ってるけど、お前なら俺の話わかると思ってる。最近こういう話できるやついないよな。おまけに、BGM のボサノバに対し、スコッチとイパネマの娘。この組み合わせ。すげえ、間違いないね。と、全くピンとこないことを言ってました。スコッチ。スコッチ。ブラジルとかでしたね。スコッチとイパネマの娘。この組み合わせ。間違いないね。いや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 、間違ってんじゃない間違ってんじゃないすごい。今度は音大生のかましについてもメールします。ありがとうございます。かましたの？まあ、美術系っていう感じじゃない。これ先輩だもんね。でも音楽も美術ももう結果が出るからね。まあね。もう天才みたいな人がいるからさ。中には。それはもう我関せずなんでしょ？もうそうそうそう。もうその辺にあったら誰、道具貸してっつってすごいの書いちゃうわけよ。絵とか。関係。関係。授業中とか、なんか作ってる。作ってる。ラグ書きしててさ。その忘れて。これがめっちゃうまいんだよ。忘れてきてることがかましじゃないの？あー、かもしれないね。そういうのもあるよね。まあ貸してっつって。こう結構こう。山下太郎的な、何も持たずに、うん、違うんだよな、うん、違うんだよ、それはもう邪推なんだよ、こっちのね、何にも持ってない、ね、何の才能もないやつの邪推なんだよね。まあね、本当に忘れてんだよね。そう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 、すげえピュアなんでしょ。そうそうそう、そんなやついねえよ。でも美大入ってる時点でね、やっぱ野心があるから。でも邪推なんだって。結局はどうなのかね。何にも持ってこないの。何にも持ってこない。それいいよ、うん、何にも持ってこない。ちょっとさすがにでしょ。電話も買わない。テレビもない。あ、すごいじゃん。よし行くぞ、じゃん。電話買わないのはちょっとあれだね。ちょっと才能を感じる。もう周りが困るじゃん。でも俺らの時代、まだ持ってない人もね。え、いた？いたよ、いた。いた。そっか。いたけど電話はあったよ。あ、家電話あったよ。家電がないんだよ。家電がないわ。家電は引かないの。あ、でもまだ、金がなきゃ権利が、権利が。権利が7万とかしたからさ。不便だったよ、そいつ呼び出すの。そいつうまいの。うまいのよ。ちょっとかっこよくて。見た目もかっこいい。とかにモテるのよ。絵はうまいし。でも電話とかないから。絵がなんか才能ある感じでさ。あとあとそれがさ、存念したんで作家の真似だったことが分かってびっくりしたんだけど。かましてなきゃ。かましじゃねえかよ。お前全部真似じゃねえかよ。なんだ、知らないだけだったの、こっち。知らないだけだったの。じゃあかましだったんだ。あれびっくりしたね。雰囲気かましだったの。やだね。ああ、やだ、その失墜するとこにいたくない。で、今は何やってるか分かんないんです。植木屋さんです。植木屋さん。でもなんかかっこいい。かっこいい感じだね。絵なんか描くんじゃなくて、ちゃんと、その、手に職みたいな。パクってたんでしょ？そうですよ。もともとはね。色鉛筆の付け方とか完全に終わっちゃったんだよ。俺も落ち券っていう笑いのとこ入って先輩で、ものすごい勢いでネタ作ってくる人いて、それが全部クオリティ高いの。うん。なんだこの人はと思って。でも認めたくないわけよ。才能がない顔してるから。まあ、こんな才能のない人が、普段の言動ね。喋っててもつまんないし、だからネタのスピード次早いわけよ。で、受けんの。なんだろうなぁと思ってて、で、その人大阪から来てたから、昔からその、お笑いのビデオとかいっぱい撮ってて、うん、はいはいはい。で、俺も勉強のために、俺お笑いとか始めたの18だから、音楽やろうと思ってたから、うん、あんま見てなかったの、うん、だからちょっと音楽、その、お笑い貸してください、つって。うん、貸してくれたの。関西の番組とかね。そう、見てたら、うん、全部先輩のネタなの。あれほら、書いてるのかな、あれこの天使と悪魔のネタも知ってるぞ。あれそれ先輩のより上手いやつ。全部先輩、そこからパクって、全部転送のネタだった。田中さんじゃねえかよ。わかってるよ。田中さんのことじゃねえかよ、お前。クリスタもんなあれ、貸すと思って。バレるよ。そうなんだよね。バレるよと思って。貸しちゃうんだね。貸しちゃうのよ。もう、言って欲しかったんじゃない？この。
悪魔を、俺の悪魔を、糾弾してくれって、俺も止められないから、苦しいから。苦しいとネタ面白いですねって言われたら苦しいから。大阪の人ってそういう人多かったよね。ああ、多かった、ね。みんなパクんの。うちの大学関西と東京あるから。そうだね。めっちゃパクって、結構来るから、ね。やってて、で俺らは、それがあってからはもうすごい、監視の目を光らせたから。え、俺が知ってるようなやつもパクリだったの。あれ違うでしょ、後半のやつは。後半のやつはもうあれだよ。小松会社からか。全部カットされたから。そうか、そうか。それもう淘汰されたの。そうそう。それまではすごかったよ、みんなパクってて。それジャリズムさんじゃないみたいな。そう、多かったね。そのまんまやってたりとか。そういうのも全部カットして。あれもかまされたな、あれ。卒業の時もかまされたもん、その田中先輩には。田中先輩かまされたなぁ。これまさかのかましだよ、本当に。4年生になって、一個上だったもんね。そうだよ。みんなで。俺と同じだもんね、学年、うん。卒業式が明日みたいな時に、明日になれば、いろいろはっきりするわ、みたいな。お変なかまししてくる。と思って。そしたら次の日、卒業式いないの。なんだっつってさ、田中さんでも、見たって見た人いるみたいなのがあって。うん、その日。うん、あ、いたよとか言って、あれ、どこ行くんだって。今、落ち研みんなね、先輩集まってるし、後輩も集まってるし。いなくて、意味深な、すごい意味深かましをすげえしてたから、それまで何日もかけて。うん、なんだよ、あいつってなって。でも、そんなに慕ってなかったから、なんだよ、あいつと思ったけど、帰ったんだけど、ゆくゆく聞いたらな、そうなんだ。退学してたんだよ。え？単位取れてなかったの？留年すればよかった。留年できないんだ。だけど、その年に、落語家になるっつって。ある有名な師匠がいるんだけど、大阪の、誰でも知ってるような。そこの、弟子入りが決まってるっていうわけよ。でもやめて、俺落語家になるんだっつって、やめたっていう話を後から聞いたんだけど、何日か経って。それでまた何日か経ったら、その師匠に断られたっていう。波乱万丈ですよ。それから音沙汰がない。そう、音信不通なんだ、これ。全く。どこ行くか分かんないの。20年。で、時々、金貸してくれって電話が、かかってくるっていうさ、田中さん元気、田中さん最終的に何のかましでもなくなっちゃうんだけど。いや、かましたね。だって会ってないもん、俺。じゃあ、落語家にはなってないんだね。会ってない。なってないよ、多分。その後、笑いやるっつって、それもダメ。東京にまた来てるみたいな。で、演劇やるっつって。それやっぱダメ。演劇も知らねえな、俺も。それいろんな人に金貸してもらったりして。最終的に今何してるか全然。そう、分かる。すごいなぁ。田中さん。いい人だったけどね。これかましてる人の末路って感じでしょ。一番とっつきやすい人だったけどなぁ。そうだよ。あだ名骨っちなんだから。骨みたいな。弁当さんみたいな感じね、見た目でしたね。結構びっくり。みんなで海行ったら川全部破れちゃったから。川が全部ベラベラってめくれちゃってね。まあまあまあ、オイル塗ってないから、ね。川しかねえから。オイル塗ってないし。毎日学校来てたんだよ、採用ね。だからそうだったんだよ。単位取れてないんだよ。勉強してなかった。勉強してなかったからね。そう。単位試験取れるんだ。そう。それだったら言えばいいじゃん。何そのかまし。明日になれば全てがわかる。いや、言わない。言わなかったんだよ。ただ勉強してないだけで何かっこつけてんのみたいな。親に言い訳できねえだろ、そんなのってね。ネタすぐ書けんねんで。そのビデオ見てるからでしょ、あんた。かまし続けてたな、あの人。よかったな、いい先輩だな。な感じでかまし、かなり盛り上がってるんで、どんどんね、はい、これからもやっていきたいと思いますけど、普通歌いきますか。はい。あ、じゃあ1枚だけ。二つないし。ん？二つ、特にない。ない。じゃあもうかましもう一通読みましょうかね。はい。ラジオネーム、合わせ川の天然水。綾瀬川の天然水。私は現在大学浪人中で、予備校のクラス100人中で女子が20人しかいない環境にいます。へぇー。女の子。まあまあ、でも。おしゃべりで明るかった私の女子校時代はどこへやら。周りの女子や男子と打ち解ける中で、こんなブスに誰も話しかけてなんて来ない。と自分を納得させ卑屈と性格の悪さという鎧を身にまとって生きてきました。そんなある日、女友達がある男子を連れてきて、この子があのポリシーの子だよって私を紹介しました。分かんない、あのポリシー何、あのポリシーの子って、いいあだ名ついてんな、ポリシー
私が挨拶もせず聞き返すと、うん、彼女は、この前言ってたじゃん。うん、今年一年は男子と喋らないのがポリシーだって。なんということでしょう。出た。私はあまりに辛くて、知らないうちに、勉強が友達、男なんていらないという、痛々しい勉強ストイックかましをしていたようなんです。ああ、言っちゃってたんだ。ほっといても誰も寄ってこないのに。うん、可愛くて、勉強ができるならまだしも、ブスだし、成績も悪いのに。仕方ないので、あと半年、かまし続けます。いいなぁ。この子があのポリシーの子だよ。今日は、なんで紹介しに来たのよ。なんで男連れてくんだよ。なんで連れてくんだよ。今日もそんな私は男友達と楽しそうに喋る女友達の隣で、一言も喋りかけられることもなく、一人でおにぎりを食べました。食べましたじゃねえ。食べましたじゃねえ。まあ大学デビューでね。まあね。うん、いいなぁ。ポリシーの子ってやだなぁ。やだなぁ。なんで連れてきたんだよ。バカにしきってる、ね。そうだよな。いいけどな、ま。ポリシーの子だよって言い方は。まあ、いや、多分、盛り上がっちゃったんですよ。そんな子いるのみたいな感じだね。なっちゃったんです、うん、食べて、ポリシーっていう子がいたよ、つって、何それだ、見せろよ、見せろよ、うん、みたいな感じになって。それで、本人は知らなかったけど、はい、この子がポリシーの子って。きついわ。きついなぁ。いやかましもありましたけど。大変です、これ。いいメールですよ。いいですね。そうですよ。ヤズさん、大丈夫だったんですか？あ、先週の先輩。俺の酔っ払いかましいっちゃいます？酔っ払いかましよ。本当に。いや、珍しいですよ、本当に。あんまり飲まないもんね。この前、そうですよ。今週札幌なんですけど。そうですよ。先週だね。はい、始まったんですよ。うん。そうなんですよね、うん。もしかしたら札幌行けてない可能性もあるんですけどね。あ、台風がね、ちょっと直撃だからね。その場合は、もうちゃんとあの、延期、振り替えで。振り替えを考えておりますので、安心してほしいで。やれてたらね、これも黄色ですけど、はい、多分月曜ですから、もう終わってるでしょうけど、先々週ですね、だから。そうか。仙台に行ってね、そうなんです初日ですよ。初日。まあ盛り上がってね、もう満員で。満員でね。うん。男の方はめちゃ多かった。ね、半分以上男だね。ええ、珍しいね。そう。なんか変わってきたのかもしれないですけどね。仙台だから何のかかわかんないですけど。まあ1時間半ぐらいでやってたんですけど、結局2時間ぐらいやってて。ネタもやりました。映像もやってた。で、打ち上げがあって。そう。で、いいとこ行ってね、安一郎が知ってる。そう。で、その。国分庁。かな。ですよね。国分庁の店。すごい人じゃない仙台。それらがいたとこはそうなんですよ。そこで、まあまあ、9時ぐらい終わって、10時ぐらいから始めたのそうなんですよ。で、打ち上げをね。僕が夜中1時から DJ があったんですよね。そうそうそう。すごいな。仙台で。まあなんで軽く、そう、軽く打ち上げをやって、1時間半とか2時間半くらいかな。やってたら、ヤズイさんが日本酒がここ美味しいんだよ、いろいろあって、つって。かましてきたそもそも日本酒がうまいんですよ。そこは。いっぱいある。それで前も一回行ったことがあって、そこの日本酒がうまいから、まあ人数も少ないし。そうだね。たくさんで行ったら、まあなかなかいいとこ行けないけど。人数も少ないし、まあ、もう割とみんな年だし。そうね、量はいけない。そんなに量いけないんだったら、美味しい店行こう、つって。うまかった。で、そこは割とその、ご当地日本酒がものすごいいっぱいある。ああ。とこで。穴子の白焼きやらね。だビール飲むのもね、味気ないから、みんな日本酒行きましょうよ、つって。日本酒飲んでも、どんぐらいかな ?1 時間ぐらいか？そうなんだよ。みんな一緒だったんだ。そうそう、みんな川尻もいて、川尻と、俺と、上田と、映像の菊池と、まあ相方だけなんです。いつものメンバー。5人だけです。で、パカパカやってたら、まあそんなに飲んでないのに、もうなんか、ああ、もう、みたいに酔っ払ってきちゃっててやつじゃん。だから俺ね、どこまで記憶ある？まずね、日本酒一杯もらって、全部こぼしちゃったじゃん。そう。全部こぼしちゃった。そう、全部こぼしちゃって。あーつってて。で、一回頼んで。もう一回。二回目頼んで、三杯目ぐらいから。そうだね。三杯目ぐらいで、もう、記憶ないんですよ。ええー、いや、おかしいよ。よっぽど疲れてたんだね。疲れてたんだね。俺、その前の日が、前日徹夜してて。はいはいはい、それだよ。それでこう、それでライブも初日だったから、割とこう、どうなるかみたいなのもあったんだけど、まあ、なんとか言って、でしょうね。だから、絶対そこで酔う。そんな弱くないじゃん、だって。絶対そこで終わるような量飲んでないんですよ。そう。で、その後あるしね、仕事。DJ あるし。なのに、ポンと記憶なくなっちゃった。うん。そっか。で、そっから、次気づいたら、どこか朝いや、
すげえガタガタする乗り物に乗せられてるっていう記憶ぐらいです。あ、じゃあそれはじゃあ、タクシーだ移動の。話します。そっから1時間、もうだから、1時からだから、12時ぐらいには、結構いい時間だったね。入ってなきゃいけないんですよ。ああ、向こうに。そう、向こうに。でも、まあなんか、ずっと、俺は面白いってずっと言ってたから、それはね、覚えてない。俺は面白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 い。でも、まあ、そうだね、そうだね。お前も面白い。そう、みんな面白い。お前も面白い、みたいな。そう。その、みんなこう、面白い。みんな面白いよ、みたいな、酔い方してたよね。いいじゃん、いいじゃん。それは覚えてない。ハッピーな酔い方だよ。そうそう。全然、その、変な酔い方してないんだけど、まあ、変な酔い方であるけど、まあ、でもそれで行ってて、途中からもう、眠いってなっちゃって、で、もう12時回っちゃって、あっち上田とかも連絡取って、まだ、まあ、ちょっと大丈夫ですと。で、12時半超えて、うん、もうちょっと1時前ぐらいになってきたら、ちょっと順番変えますと。だから、そうそう、ヤズさんちょっと、後半にしますんで、うん、とりあえず来てくださいってことな、うん。まあね、もう。で、ヤズジラはもう、全然動かないの。もう寝て。あ、じゃあもうそこで終わってんだ。で、もう俺らも出るってなって。え、そう、大量に飲んでたわけじゃないの？飲んでないよ。じゃあ、3倍ぐらいね、もう。そう、本当に調子悪い。途中からだって水とか飲んでたもんな。うん。そうですね、水。そうそう、水。え、何水入れろって。なんか入れたんじゃないの俺に何か。なんでだよ。男5人で。おかしいよ。何回飲んでんだよ、この5人で。じゃ知らないけど、俺らが、途中で、生牡蠣を食べたいってなってな。そう。で、俺らが食べるって言ったら、俺は食べるのこの後、お前、仕事あんだから。いやいやいや、その前にでからもうっていう話もあったりしたんだよ。そうだよ。そうだよ。俺と上田は食べないみたいなこと言って。よっぽど体調悪いんだな。で、もう全く動かないから、店から、うん、地下1階の店なんだけど、担ぎ出して。みんなで担いで、うん、もう手と足持って、うん、ずるずる引っ張って。それ覚えてるわ。なんか、うん、もう歩けないんだ。歩けない、歩けない。足腰が。そう、全然。なんかね、ずるいことを考えたと、ことを覚え、今思い出した。うん、ずるいこと。このまま行けば、歩かないで運んでくれるのかなって思ってたんだ。そうだ、その時笑ってたんですもん、顔。ああ、そう。顔笑ってますよって言ってた。ああ、言ってたっけ。ああ、そこね。ちょっと思い出してきた。こうなってて、そうそう。すげえ雑なんだけどね。すげえ手だけで、ズルズルズルって。そう、だって、全然持ち上げてはくれないんだ。そうか、そうか。階段に腰ガン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 ぶつかってて。で、だからこのまま行けば、まあ、ちょっと痛いけど、その、ワープみたいなもんかって思ってたような記憶はある。で、とりあえずタクシー乗せなきゃってタクシー止めて、で、入れて、上田と。そう。で、俺がいて、ちょっと、俺が先に乗って後部座席の。で、その後横にヤズイチがドンって来て、俺の膝枕で寝てやがった。気持ち悪いと思って。仲いい。なんだこれの。そこまで褒め合ってるからね。いやいや、褒め合ってるから。面白いって言われた記憶があるから。そう。わかんない。俺もどうしたらいいかわかんない。両手上上げちゃってさ、もうなんか、どうしたらいいのかわかんないから。なんで俺が訴えるんだよ。どうしたら俺が訴えるんだよ。そしたらもう、発車しますみたいになったらさ、もう急に、もう外向いて、もう吐いちゃって。気持ち悪いよ、そりゃ。窓の外から。引っ張られてんだもん。そう。で、ま、いや、窓と外とか、まだ扉開けっぱなしだから。じゃあもう大丈夫、大丈夫。で、入って、とりあえずじゃあもう行きましょうって向かったの、会場。会場向かって。今たちも一緒に行ったんだじゃん。そうだよ。で、みんなで行ったの。もう5人、5人しかいないし。別にホテル近いわけじゃないから。じゃあみんなで行きますって行って。で、そこが何階だっけ、結構上なんだよね。6階とか、7階ぐらいの会場で、じゃあもうこれ、どうしようってなった時に、台車があるっつって。それかそれがガタガタしたのか。あのジャンプの乗せるやつだろ。そうそうそう。台車がありますって言うから、うん、それだっつって。うん、台車にやつ一郎を本当に座らせて。モンハンじゃねえかすげえ。やられた時のモンハンでガラガラガラって猫に運ばれるやつ。うるせえなことゴーゴーゴーってなってんだよ。あれ頭が揺れちゃうんだよ。俺は座らせて、うん、もたれかからせるって、やろうと思ったんだけど、そんなに無理だと。足の踏ん張りが効かないからね。そう、だからもう横にして、もうちょっと寝てる状態で運べ。体育座りみたいな。そうそうそう。横でね。で、もうそれで運んで、で、これどうしましょうつって。でも運ぶんだよ。いや、でもとりあえず。DJ やんだろ、だって。DJ がもうこれ無理だと。この状態じゃ。だから、もうじゃあ俺と川尻で、その穴埋めますよ。いいですかって言ったら主催の人も、ああ、それなら大丈夫っつって、40分ぐらい。そう、俺、それね、それ聞いてた。で、とりあえず最初に出るときに、台車のやついをスタンバらせといてくれと。とりあえず、
今回の DJ は、やつ一郎だから、この状況を一回は見せといた方がいいと。で、これは無理ですよっていうことで人笑いにもなるし、って思ったら、何を思った空気読んだのかさ、袖でさ、やつで、ね、入っちゃいました入っちゃいましたってまた台車で戻っちゃったんだよ。入っちゃった。いやいや、そりゃそうだよ。だって俺さ、気絶してるんだよ。いやいやいや、それさ、俺後からそれ聞いたんだけど、俺今たちどうかしてんのかなって思ったの。俺店でさ、気絶してるわけよ、もう。出し上げられてる。で、気絶してる時点で、それもうさ、急性のあれじゃん。あ、危険があるね。急性のあれなんだよ。だけど俺なんとなく、似合って笑ったり、素敵な意味でかましてるけど、かなり気持ち悪いんだよ、きっと。じゃあまあそうでしょうか。急性のあれなのに、今たちの一存だって聞いたよ。そうだよ。今たちの一存で、そうそう。こんなもん台車に乗せて、横から、そう、一回。いやいや、そんなことしてたら、手遅れになっちゃうよ、俺。絶対面白い。手遅れになっちゃうよ、マジで。絶対面白いから。絶対面白いからさ。でも俺こうやって倒れて。うん、そうだよ。手折れててそれがこうなってますって言って、だーって。で、お客さん見てるの。それで、あれだね。それなんとそこでパッと、こう意識がまた戻って、ね、うん、すげえ、イエーイみたいなことを言ってて、うん、今のちょっと川尻で、うん、めっちゃ盛り上がってたの。うん、でそれを聞いて、はあ、これでもう安心だなって。俺は思って、お前の仕事で、安心だなじゃねえんだよ。いや、それはまあしょうがないけど、それは申し訳ない。もちろん申し訳ないことはまあ、当然あるとして、その上で、でもまあ、とりあえず、言ったらコンビの片割れが出て、すごい盛り上がってると。まあ盛り上げていただきましょう。俺はちょっと動けないから、これは、ちょっとよかった。だからそのための示しの一発は。よかったなって思ってたの。一発はかまさなきゃ。倒れたの。で、倒れたら、そしたらその台車がガガガって動き出したんだよ。なに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 なって言ったんだよ、その時。いやいやいや、なんかその、出てもらわないと。無理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 。これ無理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 。あのかましがなかったら、めちゃくちゃだよ。いやいや、なくてよかったんだよ。あれがないとダメだ。だからもう残念でしかない。そう、入っちゃったんだから。しかもものすごい固形のものが喉を通った感じだったんだ、その時。そりゃ知らないよ。入っちゃった。また入っちゃった。そう、また入っちゃった。また台車と下がっちゃってさ。うん、じゃあこれ出てこれないんだよ。なんだそれでもうそれも全部ついて。もったいない。人笑い。ねえ。人笑い。でも、ゲボ笑いもあってね。そうだよ。本当に俺やばかったんだよ、あれ。だからもう泥酔かましが一回できたんだから、そう。でも、台車俺後から聞いたら、そのスタッフのやつに聞いたら、うん、よし、こっからだ。こっからだってずっと言ってたらしい。かましてんじゃねえよ。行こうとしたら。こっからだじゃねえよ。で、なんか、何分だ今何分だってずっと言ってんだよ。これだから。それで、今何時ですって言って。今何時今誰やってんの今誰やってんの今たちだよ。今たちが、くさんがやってます。今じゃあ何分だあと何分だ順番じゃねえよ。あと20分くらいです。ずっと寝てた。すごいでしょすごくないそれで、責任感。20分で、あ、よし、20分で何とか。よし、復活だ。俺復活だってずっと言ってたらしい。そのまま。一切復活しない。そのまま上を向きながら、本当に噴水みたいに、ビューって言って、そう。ビューって大丈夫。で、じゃもうダメですよ。まあ無理だよ、無理だよ。今何分だじゃないです。もう復活できないですって言って。もう3落ちしました。3落ちしました。もう半3落ちしました。責任感だけは異常に見せてたっていうね。いや、楽しかったけどね、俺は。それで俺そのまま病院連れてかれたんだ。俺はもうまずいっつって。あ、てんてん。いや、おせえつやっと、終わっちゃったからね、俺らの時間。いや、俺判断として間違ってると思うんだよ。まず最初に、店の時点で、その倒れてる時に、もう病院連れてって、それで、点滴を打って、戻れば下手したらできたんだ。ああ、順番変えてもらってね。なのに、お前らがもうほんと存在に、存在に動かすから頭が揺れて、頭を打って、それ違うよな。それで吐いてんだよ。ちゃんと熱かったって。熱かってねえよ。ほんで、顔がガガガガガってなってんだもん。それでそのために入ってんだよ、俺。じゃあ、あれ最高の台車用意させたから。台車の台車じゃねえよ。最高の台車。衝撃が顔にすげえ受けてたんだから、それでベッて吐いてんだよ。それで、吐きまくった結果、いや、最終的にこれ出せないってなって、そうだよ。そこから、最後に病院に連れてかれてんだから。これはもうダメだっていうことでしょ。店出た時、やついさんが時計をチラッと見て、
あと1時間か、行けるって言ったんですよ。ああ、そうだよ。それだ、それだ、いつも言ってんだよな、それで。あとで、あと何分だって。あと1時間だって。時間気にしてない。その後1時間で、俺、多分止まってんだな。もうそうだよ。全部超えてんだけどね、その後。全部ね。じゃあ、俺、あれは。いや、やってくれたんだから、すごいね。うん。だからそれはね。でもね、面白かったよ。やっぱそういうさ、危機的状況でワクワクしちゃうよ。ね、それはなんか。だから俺も早く、あの台車のやつだぜ。絶対受けるって。病院に連れてくる。笑いの場所だって、絵がさ、超面白いじゃん、だって。今こういう状態ですって言われてさ。いいじゃん、病院。じゃあ、点滴でもいいじゃん。ちょっと待って、ピカ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 してるやつ。すげえ面白いなと思ったのにさ。だって俺、ずーっと次の日の昼ぐらい島根で仕事があって、うん、その次の日の島根のとこに着いた時に、うん、ずーっと歯にお魚ついてたんだから。知らねえ。知らねえ。何お魚ついてたって話は何なんだよ。知らねえ。お魚臭いなって思ったら。知らねえよ、そんなの。神とかにお魚ついてたんだから。くせえなーって思ってたら。そうだよ。まただから神ゲロですよ、神ゲロ。神ゲロだ、髪の毛。ゲロでビッタビタになる。いやね、これもう本当に危なかったんだよ。ネゲロね。ネゲロからの髪の毛べったりね。そうだよ。あれはいい夜だったな。でも全部漏らしてたしね。だねえ。だから本当に死にかけてんだあれ。俺何度も言うけど。違う。いや、申し訳ない。自分が悪いけど。いや、本当に申し訳ない。だから出ちゃダメだよ。ダメだよ。出ちゃダメなんだよ。出ていいんだって。違う、俺言われたんだよ。だって俺さ、俺覚えてさ、今思い出して、足を持たれたんだよ。手と足を。で、俺足持った方にバレないかなって思った。濡れてるよ、ズボンみたいな。足持った方やばいよ。今俺もずっとあれよ。下半身コントロールできないんだよ。今コントロールできてないよ。違う。足持った方バレないです。やっぱ広げないでねって思った。ひどい。でもじゃあ、全然なんだ。こっちもだ、それ踏まえてオファーしてるから、ものの3秒ぐらいよ。オファーしたの。オファーしたの。ゲロ吐いててお前下も全部出ちゃってんだよ。お前それ出すの？じゃあ俺ゴーだって顔したんだけど。これこそ。これって言ったらみんなガラガラって下げちゃうからさ。バカだなと思って。ストップだよ、これ。バカだな、バッキャロメイト。ストップ。ああ、だから順番が違う。病院に行ってから行けばよかったんだよ。じゃあ違うでしょ。したら頭も揺れないし、変にまたそこから変にそこから酔うことなかったんだよ。いや、あれが一回やってくれれば。もう大丈夫だったの、あの時は。気分いいって言ってたの。よくねえ。言ってたよ。言ってたと思うよ。近くの人はこういうふうに言ってたと思うよ、多分。次の日の朝だって俺もうほんとよく、俺もうテトリスみたいな形で寝てたんだよ。テトリスみたいな、この隙間に入るかねっていうところで寝てたんだから。お魚臭いし。知らねえよ、お魚の話は。お魚の話は知らねえ。全部出ちゃってんだから。全部出ちゃねえな。さあ、ということでございまして。いや、ほんと申し訳なかったです。仙台の方たちには。いや、まあね、ぜひ、リベンジしてください、ちゃんと。いや、もうリベンジするつもりですけど。はいはい、でも、ほんと、あれはいい。ちょっと、俺は仙台の方たちには、ほんと、あの姿を見せられなかったのだけは、リベンジさせてもらいたいですけど。今度、お前の時もそれやるからな。いい。もし、だって、それないもん、そんな。でも、めんどくさいな、運ぶのが。うん。そうだよ。運ぶのは真面目のくせに。これってめっちゃ吐くでしょ、きっと。今まで吐き慣れてるからね。吐いて吐くことを見せることに。いや、でも、こいつのさ、その酔っ払った時の、その、かまし、夢の話知ってるでしょ。倒れてさ、うん、後輩と飲んでてさ、で、お疲れ様でした、つったら、2、3歩行ったところで倒れてさ。うん。それで、達さんもう帰れないですよ。泊まっててくださいよ、って言った時に、さあな、俺の格好悪いとこ見てえのか。帰れ。そうだよ。雪の上。雪の上で、突っ伏して。俺の格好悪いとこ見てえのか。格好悪い、もう格好悪いよ。格好いいとこ見てねえ。格好いいでしょ、これ。格好いいし。ねえ。さあ、ということで。見せないんで、そういうところ。はあ。じゃあ、告知ございましたら。なんであんだった本当になんだったんだろう、うん、2杯ぐらいで、ね、うん。あれはなんか疲れですね、ただ単にね。絶対そうだよ。危ないよ。疲れと台車だろ、ね。台車。脳の揺れだよ。台車山だって。いや、まず、その地下の店から地上に上げるまでが雑すぎるでしょ、あれ。うん、俺そこいないもん。俺その時タクシーとか飛びたから。あ、じゃ3人で乗せたんだ。運んだんで、うん、無理だよ。うん。いや、ほんとに。一人カメラ回してちゃって。カメラ回してちゃって。落ちまくってんだ。二人。じゃあちょっと上田と川尻と二人で。どこまであるかわかんないですけど、ね。落としまくってんだよ、俺のことバンバン。
これジャパンツアーでじゃあ見れるかどっかでね、うん、まあまあ見せれる。ジャパンツアーが見せれるとかあると単独があるんで、ね、単独がね、うん、あ単独ね、うん、台車のシーンだけは本当にもう見たかった、ね、見たい撮ってないよ撮ってる台車は撮ってるよ だってエレベーターのとこももう台車に乗せてるから本当、休館ですみたいなノリで。休館じゃねえ。休館なんだよ。連れていく場所が違うんだよ。病院だから。連れていく場所が違うんだよ。休館だから、あれ。いけるって言ったの、ね、わかりますかーって言われたんだ、これ、病院で。今思い出してきたわ。わかる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 、つってた。